小野藩は、ハリマ国家東軍を領した藩。藩長は、現在の兵庫県小野市西本町の小野陣屋に置かれた。戸沢大名の一柳家が、江戸時代初期から、廃藩地権まで治めた。寛永13年、伊勢国神戸藩主、一柳直森に、伊予国最上藩6万8千国が与えられた。直森の次男次家家がこの時、ハリマ国家東軍内で5千国を、分与された。 ところが、同年、直盛が、認知に赴く途中大阪で没すると伊予国における、その医療は、男子三人によって分割されることになった。最上半三万国は、長男直オが継ぎ、三男は直頼よりは、伊予国小松藩一万国を分与されている。直家には、伊予国馬軍。 州式軍内の2万3千国を分与され、すでにハリマに領主していた5千国と合わせて、都合2万8千国の領主となった。直家は当初、伊予国馬軍川野江を居所とし、陣屋を構えて、川野江藩を立藩した。ハリマ国加藤軍の領地を分領とし、王子村敷地に敷地陣屋を置いた。歓迎19年、直オ西氏がなく、没したため丹波国園部藩主。 小出義地の二男直司を直重の女性として迎え、直家の死として幕府に願い出た。しかし当時は末期王子が認められなかったため、伊予国にあった所領は没収されて天領となり、医療相続という形で直司に張馬国加藤軍内一万国を与えられた日、分け領支配のために作られた敷地陣屋は規模が小さかったためか、 女王二年に直おは、おの陣屋を築いて移っている。三大松礼は、駿河鞄を、遠方六年、玄禄三年の二度務め、玄禄五年には大万党となり、玄禄十六年には五大将軍、徳川綱吉の御蕎麦衆となった。五大松坂への第二、犯罪性が悪化し、失踪契約をおもとした、財政再建を行い、反中高の祖となった。 九代松延の天保四年には大規模な百姓一揆である加古川筋一揆が起こった。天保七年には多くに高政を招聘し反抗、規制官を開校した。末延の着手で十大藩主となった末彦は、生涯独身を通したため、丹波国綾部藩主、久喜隆氏とのご難を養子に迎え十一代藩主松徳とした。末徳の下で幕末を迎え、最後の藩主となる。 累代大の墓所は、縁類の黒田氏と同じ東京都渋谷区、昭雲寺にある。歴代藩主のうち、第三代から九代の藩主は、駿河バ藩となっている。1871年、廃藩地県により、小野県となった。小野県は同年中に廃され、姫路県、鹿間県を経て、兵庫県に編入された。1884年、最後の藩主末徳の時、 家族礼により松徳は死者区に除せられた。なお、末徳の三女の牧子は建築家で、大見兄弟社を設立したウィリアム・メレル・ボーリズの妻となっている。戸様に 8, 戸万八千国一万国、直家直次医相続により一万国末霊末今末栄末松末正末終末、遠末彦松徳尾の志向古官、小野藩一柳家の資料は、 小野人や後に立地する小野志公古館に収蔵されており、以下が刊行されている。このほか、自治体誌、小野志史などに資料が収録されている。小野藩に関する独立した書籍として、以下のようなものがある。ありがとうございます。